じゃあいつも通り。せーの、解説するけん。いや分からん。出たことない。初めてか。分からん。見てないのバレバレで。いや見てますよ。あーやったわ。やったな。やったな。来週見てます。めっちゃめくれてきてるやん。めくれてきてるな。めくれてきてる。らしいな。しゅんちゃん経営してたもん。一度下げて。ストップ。これちょっと前入ってるんですけど、入ってきてないの分かってて、であのこのデナのバイタルエリアのところを運んで侵入しようっていうあって、しゅんちゃんちょっと前で要求して、そのまま前入ってまずは行きました。ファーストタッチで深澤ストップで、右から入ってきてたの見えたんですけど、モテ君がこの左前であのラインブレイクして呼んでるのが関節視野で見えたから、足元に速いボールをもうずらさへんように、ほんま左足に差し込むっていうところだけ意識してパス出しました。いや、いいとこ飛んだな、俺。この狭い中ですけど、ゆうたなら出してくれるかなと思って結構呼んでて、だから左足に速いボールというか、もう相手のディフェンダーを切るようなパスをくれたので、前にトラップして、でまあ正直中は見てないくて、間そのディフェンスラインの間入ってこいって感じでボールは出しました。え、目合ってないの？いやでも目…俺は見えたよ。見えて、いや見えてる。見えたよ、ちょっと。で俺もこのモテがもうファーストタッチ、これファースト決まったもんな、はい、ダイレクトじゃないやろ、はい、うん、ファーストタッチでいいとこも置いたから、俺はもうセンターバックとセンターバックの間に立ってたんで、2人のもう3回目やったから絶対出せと。これでシュート打ったらほんまに俺も決めてましたよ。負けないな。いやほんまにこれモテがうまいか俺のところに出してくれたから、はい、まあ、あとはもう合わせるだけやん、はい、最後フィニッシュ。すごいな。いやもうあとはもう合わせるだけやんこれ、うん、一度下げて谷本、深澤ライダーに取ってて俺縦通した、モテギ最後フィニッシュ。3戦連発、3戦連発、深澤に預けて狭いスペース通していきました。いやナイスボールやな。3戦連発これですよ。確かにな。え、2戦連発じゃん。だって長野もあるでしょ。その前さぬきの力くんの1点目俺持ってくる縦パス差し込んでますね。そうや、すごいじゃん。3戦連発、3戦連発これ。え、これあやっぱ言った展開される。これホットライン俺も入れてもらっていいですか。3戦、3戦来てますね。どうしたらちょっとな、俺ら的に持って出さんでいいかな。いやでもこれ新たなホットラインやな。でもユータは結果にはならへんけど、その前のプレーで貢献してるもんな。結局モテと俺で結果つくだけやけど、そこ目にいいけど俺も見てほしいみたいな。ああそうなんやな、バッティングできる。適当やな。ああそうなんや。適当やな。先輩だから許されるけど。後輩やったら行きます。モテるけどトライン7点目になるんじゃないですか。シーズン7本目やな。えぐない？なお前他に4誰？9じゃ俺が他にちゃうんだ。お前9今アシスト。ベントリオスだけ？あと7。俺、はい、すごいな。逆にまあまあいくな、うん、次で2桁やアシスト。そうですね。いや乗せれんなこれは。すごい。でゴールは何点目？ゴール3です。3。すごい、すごい。決めたのよかったですね。すごい。簡単やかな。意外とちょっと緊張したっすね。ありがとうございました。あのリキさんの10点目をモテさんがアシストしたんで、モテさんのアシスト10本目をリキさんが得点で。確かにな、うん、それ以外にアシストすんなよ。メンヘラやん。メンヘラ。ラブモテやな。ラブモテ。びっくりした今。マジで。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れ様です。です。
ました。まずここストップ。ここで。あごめん。残した。ストップ。ストップ。ここでまずあのボールがこぼれてきて、また間際のところで、まあ、スペースがあったんで、まずマイボールにしていく、マイボールにするっていうところで、まあ、1つ浮かして、相手を外して、まあ、運んだっていうところがありました。ここは少し合いませんでした。まあ、そう、ここちょっとタッチ長くなって空いてきたんですけど、すぐ前にタイガが見えたんで、まあ、あの自分であんまりそうタイガ以外の視野は確認できてなかったから、簡単にフリーのタイガー使ってもう一回、出ていくっていうところもありましたし、まあ、タイガーやったら私も取られへんやろうっていうところで、まあ、シンプルにここをつけました。いいよこれ、ね、あ最初はさっきも言ったけど、ユータがあのチョンって浮かすとこもワンタッチで俺は出してくるかと思ったんですけど、一個剥がしてくれたんで、でユータが言った通りボールちょっとでかくて視野に入ることは自分でも意識してて、さあユータが出してすぐ走ってくれたんで、とりあえずまずオープンにボール止めて、俊平くん、モテくんとか左にいたのを分かってたんですけど、この左のディフェンダーが体の向きが完全に俺の方を向いてくれたんで、ユータがトップスピードで走れる、ま、あのところに、ま、転がしたって感じです。喋ることないな別に。いやでもここあまあね、ここで俺はタイガーから受けるつもりでちょっとプルアウェイして視界から消えたんですけど、それがクロス、それが、うん、それのおかげでまあクロスもしっかり勢い持って入れたかな。まあ、タイガーからパスも一回来て、まあハカフリだね、ファーストタッチで、まあ、運びましたけど、これ映像見て、まあ、ゴール向かうというと多分縦に運んだんで、僕も俊平くんめちゃめちゃ呼んでんの聞こえたからもうこれ出さな思って、もうほんまあとはスピードとあのディフェンダーキーパーに取られないっていうところだけ意識して、まああと入ってきてくれっていうのでもう流し込みましたね。あのいいボール欲しいボール本当にもうここにくれっていうボールあのユータがくれたんで、あとはあの押し込むだけでした。足早い俺。いや、早ないの。いや、パス。いいパスやな。足早いの。いいパスやったよ。って感じ？って感じです。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、もう彼がしっかりしてくれるんで。ドライカーだ。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。どんなゴールだったか一回見たいんだけど。うん。しています。深堀はハンドをアピールしましたが、手を流しています。目出し写真。ここで取ったのないっすよ、ね、チャンスになる年上だ木村ん、あといいよ、回して回してやろう。さあ見える見えるゴールは分かるじゃん、ゴールは分かるじゃん。チャンスになる、そうやって木村、モテ君見るんじゃないですか。あ、見んの、あ、いいよいいよ、モテ君欲しがってるな。早くして、お前早くしてるですか。特にないけど、はい、今取れたとこじゃん。あそこで前までハットをアピールしましたが、手を流しています、目出し写真。ストップ合ってる合ってる合ってる。まあ相手に寄せる距離とか、まあトラップしたところ、まあインターセプトが一番いいですけど、トラップしたところを詰めて取るっていうのはずっと意識してるんで、そこは奪えて良かったです。大丈夫か、うん、チャンスになる、これいき、ちょっと待って、木村、まだ喋る、あ、もう喋るです。あのタクトがめっちゃ運んでくれた時に、正直俺中も入ろうと思ったら入れたんですけど、もうこっちサイドが相手1枚に、うちは3枚いたの見えてたんで、ほんと？だからもう自分がアシストもらおうと思って、こいつマジ悪いよ年上だ俺タクトからとりあえず横パス1回もらって、であとはもうこの残ってる1枚がその2人のパスコース近内で来てくれって祈りながらボールもらったら、まあ、近内でくれたんで、またモテ君が美味しそうに待ってたから転がしました。つるいわ、美味しそうに待ってたっすけど、逆で取った時もうスプリントして来いって思いながら走ってて、まあ、タイが左利きなんでタクトから出たら絶対こっち来るって思ってたんで、あとそのタイガの優しいパスっていうか、左足の強弱打ってくださいっていうゴールが
そのメッセージは感じてたので、フリーでしたけどワンタッチで打てるボールをくれたので、もう早く決めれてよかったです。めっちゃ、めっちゃもうモテ君が、俺が出してからモテ君が打つまで結構時間あったから、マジで頼むって言おうアシストくれって思ったんです。ほんと沈めてくれてよかったです。俺タイガー打てって思ってました。俺につけろって思ったの、こいつパスしやがって。以上、モテさんが言ってた時、タイガーさんかなりうなずいてましたけど、メッセージ付きのボールだったんです。もうどっちにも打てるように転がして、もうあとはパスすんなよっていう、誰にもパスすんなよっていう、いや、俺のせいかな。俺のせいって感じです。まあ、本当決めてくれたんで感謝です。ありがとうございます。まあ、タクトにちょっとだけ感謝してます。めっちゃ感謝してます。これはおかげです。シュートはもうあるコースは、いやもう当てるだけ、枠に入れるだけっていうのを意識してて、キーパーもちょっとポジショニング良くなかったんで、まあ、空いてるコースに流し込めて、ちょっとダフんなかった、ダフんとかな、あんまバンド、あ、いや、まあ、まあ、普通か、気持ちよかったです。いや、モテ君のサポーター行くとこも早すぎて、俊平君しか来てなかったです。出たばっかの俊平君しか。まあ、でも気持ちは分かるんですけどね、ちょっと遠いんですよね。俺めちゃめちゃ歩いて、看板ぐらいでハイタッチしたから戻ってくる。いや、顔言ってたもん。走れないって顔してた。タクトなんて別の方行ってるから。いや、こいつめっちゃ喜んでた。俺の手やろ、これ。いや、俺タクトにもハイタッチしに行こうと思ったら、ね、こいつベンチの方に自分が点決めたみたいな感じで、ガン出してた。やっぱ言わんといて。タクト結構喜んでくれるよね。いや、マジ嬉しかった。こいつ自分で喜んでたけど、俺が決めたんだよ。自分が頑張ったから。天球ですよ。俺が決めたいんだよね。どっちが天球だよ。これはいいっすよね、今回のテーマ。いかすな。でも冷静に考えたらタイガーのアシストやと思って。がめついな。まあ、いいとこにいるってことですね。本当よく預けてくれた、マジで。ありがとうございます。年上なお前。もちろんよく決めた。お前じゃ年上なの。もういいっすか。お疲れ様です。ありがとうございました。あらす。次節もよろしくお願いします。頑張ろう。聞いてんだよ、愛媛では。